Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. Takuji to aruku 25分。ちょうどね、この砂浜の真ん中あたり、ここにあったんです。例の金井ドッグ。あ、こんなところに。そうなんです。さあもうちょっとしたら、橋になります。鹿の島橋、あれを渡ったらもう鹿の島のエリアなんですけれども、たどり着けますでしょうか。さあ鹿の島の、バス停です。鹿の島自然休養村のセンターの前のところのバス停です。はい、着きました。はい、まだ終わりますか？まだ終わらないですか？行き先も目的も決めず、坂口拓司さんの気の向くままに歩く25分間。拓司と歩く25分。何を見つけ、何を話し、誰と出会うんでしょう。さあ、今朝も拓司さんのお散歩について行ってみましょう。Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. おはようございます。坂口拓司です。お供しております、勝木かなです。拓司と歩く25分。この番組はリサーチなし、打ち合わせなし、台本なし、インタビューなし、グルメリポートなし、編集なし、反省会なし、予算なしの8つのなしで番組をお送りしております。はい、ずっと前に福岡市東区の岩の巣から鹿の島まで歩きたいというふうに私が言い始めまして、そのコース設定で行ったんですけれども、結局4周かけても、鹿の島までにはたどり着けないということで、4周目でやっと金井ドッグを超えたあたりそうです。そうですね、あと1キロぐらいでおそらくは鹿の島行くんですけれども、はい、今日も歩きます。はい、はい、よろしくお願いします。相変わらず車の行き来は激しいですし、オートバイがね、なんか単独行が今日は多いですかね。ツーリングしてるんですかね。嬉しそうです。松林が途切れたところ、すごい。はい、そうですね、ちょうど私たちの左側が博多湾で、右側が玄界灘というところですね。はい、いいですね。いや、気持ちいいかい。あ、そうですね、思わず方言も出てしまったっていう。二人ともあの筑豊の方のいわゆる下半山地区で育ちましたんで、今のスッと入ったでしょ。そうですね、はい、語尾がかではないっていう、切れかじゃありませんからね。気持ちいい。そうそう、そちらの方の、言葉になりますんでご了承いただきたいと思います。まあ、皆さんご存知の鹿の島、志、それから年賀のが島と書きます。鹿の島、サシが発達しまして、サスになって、陸系サス、トンボロ、陸がつながる砂の九州の州と書きまして、陸系サスが、形成されて陸続きになってしまった島を陸系島というふうに呼びますけれども、鹿の島は全国でも非常に珍しいこの陸系島の代表です。島の南部と西部は博多湾に接して、北部と、東部は玄界灘に接しています。歴史で言えばですね、はい、これあの神宮皇后の伝説がありまして、その頃からもうあったと、はい、
三冠征伐の際に立ち寄ったっていう記述が、筑前の国不動記にはあります。教科書には載ってないんですけれども、蒙古襲来の文英の駅ですから、覚えてますか、年号1274年ですね。なんて覚えてるんですか。私日本史好きだったんで、すいません。だから教科書には載ってない細かいことを言いますと、この、蒙古襲来の文英の駅の時、撤退する蒙古軍の船が座礁して鹿の島で捕虜になって斬首されたっていう歴史があります。それから港湾の駅ですから、1281年、鹿の島は戦場になりました。元軍は現行の防塁からの上陸を避けて鹿の島をこの基地にしたんですね。停泊港にして、でこの場所にいた蒙古兵たちが日本軍から総攻撃を受けまして、鹿の島を放棄して結局長崎の壱岐に後退したというふうに言われております。まあそんな歴史はお構いなしにですね、私たちはまあドライブコースとして遊びの場所として訪れているわけですけど、やっぱり海風が強くなってきましたね。すごいですね、はあ、今ちょうど説明してください。砂浜と砂浜の間の道です。そうです、片側一車線、はい、昔からこの道幅は変わっておりません。いやいいな、このこう波がこうこちらに来てるのが両方の波から挟まれてる感じ。そうです、はい、なんか遠くにやってきたっていうか、なんか旅行でもしたような気持ちになりますね。うわー、久しぶりに見ましたね、車庫タンした車高級国産車、ブロロロロって走ってたやつね。そうですね、なんか変身するなんか戦士が乗ってるんじゃないかなっていうようなエンジン音でしたけれども、チューンされた車でね。そうですよ、やっぱり外海と内海っていうんですか、これって。はい、そうですね、一応色がねちょっと違いますね。はい、どちらも綺麗です。色が綺麗です。玄界灘のですから、私たちの進む方向の右側にある玄界灘の方が、ちょっと深い色。そうです ね、これ日差しの関係かもしれませんけれど、はあ、砂浜であれは何か貝殻かなんか探してるんでしょうか。男性と女性でございますね。そうですね、はあ、なんかね甘い会話でもしてるんでしょうか。こちらはね見えますけどね、違うかもしれない。ちょっとねなんかよそよそしさがありますね。うん、まだこう付き合い始めぐらいな感じ、ね、距離があるっていう ね、 そうですね、何でも知っているっていう2人じゃないって思います。向こうから見れば私たちもおかしな2人ですね。マイク持ってね、そう変ですよね、何してるんだろうと。ラジオの取材とは思いませんからね。ちょうどねこの砂浜の真ん中あたり、ここにあったんです、例のキーンドッグ。あ、こんなところに。そうなんです、海辺に。本当に、はい、キーンドッグね、昔はずいぶん深夜営業をやってくれてまして、日付変わってもやってくれてましたね。深夜のドライブに、1980年代ぐらいまでは間違いなくそうだったと思います。最高、最高ですよね。この石段でここら辺で食べたりしてたんですよ、夜。この辺り照明ありませんからね、わけわけしてわけわけしてわけわけして食べておりました。よく覚えてますね先週の話そうです、ガソリン代で満タンにしたらお金がなくて、そうなるんですよ。そうですね、例えば清涼飲料水も まだペットボトルなんて便利なものはない時代ですから、缶のだから飲料しかない時代ですから、一回開けたらもう飲み干さないと車内が大変なことになったりしますから。ペットボトルってそんな最近なんですか。いや最近っていうか、まあいわゆる40年も50年も前はなかったと思いますよ。そうなんですよ、ね、それも不思議ですよね。便利なものになったんですけれども、環境問題に ね、直面しまして、そうではなくなってきてるっていう。はい、まず炭酸系のものをあのペットボトルの中に入れるのは無理だっていう時代もあったんですよ。へえ、うん、そうなんですよ、いろいろ歴史はありますね。さあもうちょっとしたら
橋になります。鹿の島橋、あれを渡ったらもう鹿の島のエリアなんですけれども、たどり着けますでしょうか。結構この、サスの部分も距離があると。車で走ったらもう数分なんですけれども、歩いたら結構ありますね。先週と変わらないぐらいの歩くペースで今週も歩いてるんですけれども、いやかなり早いですよ。そうですか、はい、なんせね、計画がこのまま行きましたら頓挫しますって鹿の島までつけないで終わるっていうパターンになるよって、それは避けたいと。執念の1ヶ月の執念です ね, ですね、もう61歳のおじさんの意地です。もう後に引けなくなっちゃって。そうです。で、だいたい3本撮りとかしました。3本目だったら私の気持ちがこうちょっと荒れてきまして口調が荒くなるっていうご指摘もありました。あ、海風がね、心地いいですね。心地いいですね。あ、これもね、だからいつも住んでらっしゃる方にとりましてはこの風がきついなっていう風にお感じなのかもしれませんけれども、たまに来る私たちにとりましてはこれは、あ、もう何とも言えない、はい、穏やかな気持ちになりますね。リゾート気分になれるっていう、気持ちが切り替えられるっていうだけでもね、これは素晴らしいと思いますよ。サザエのつぼ焼きの香りがします、ね、あ、そうですね。あ、サザエね、あ、サザエのつぼ焼きか、美味しそう。子供の頃先端の苦いところ食べられませんでしたけれども、あ、そうですね、大人になってちょっと食べられるようになって、うん、あれがお酒に合いますね。そうですね、途中でプツって切れてしまうと悲しくなりますからね。あ、そうですね。あ、勝木かなはダメなタイプですか。あ、いけるタイプです。いけるタイプ で先端まで綺麗に取れるタイプですか。取れるタイプです。あ、私もね、そうなんですよ。意外と思うかもしれませんけども、あれテクニシャンなんです。特技です。特技ですね。みんなから不思議がられるんですけども、あれは貝の方を回せば、うんうん、そうなんですよね、うんうん、そうですだから回転してる方とは逆方向に綺麗に根気強くやりさえすればほぼミスしないって、みんななんかこう短期に刺してる方を回しますからダメになるんですよね。あれ考え方ですよ。あ、今ランニングする方が、交差しました。はい、ここが鹿の島橋です。ここを渡ったら、もう鹿の島のエリアに入ってしまいます。はい、よいしょ、鹿の島橋。はあ、これはほらね、金印ですよ。金印のモニュメントですけど、これね、これ30センチ四方ぐらいになってますけども、はい、金印はどうしても教科書に出てたサイズを私たちはイメージしてしまうから、レプリカ、福岡市博物館とかありますけども、小さすぎてね、えって思いますからね。だからがっかりしますよね。一辺が 2. 点数センチぐらいしかないでしょ。なんか5センチぐらいあるのかなと思ってましたけど、うん、なんですよ。あれがだから本物のね、国宝のサイズですから。確認ですけど、それが鹿の島にあったんですか、ね、あったんですよ。農家の方が見つけたって。そうですね、本当にここで見つかったっていう地点はまだ明らかにはなってないんですよ。記録がね、その当時ですからね。ただね、まあいろいろこう古文書とかこう、はい、昔でいうところの公務員ですよね、地方公務員、はい、それぞれの藩の武士の、係の方が記録取ってるからね、わかるんですよね。しかも、和紙に墨書きだから酸性じゃないからしてないんですよ。そうですよね、マメな人がどの時代にもいてくれないと。そうダメなんですね。面白いですよね。タクジさんもマメな方ですか。いや、マメはね、仕事の時だけです。あ、だって私思いました、この前、ね、制作デスクがお引越ししたじゃないですか。はいその時に、ね、タクジさんを井の一番に、あ、そうですね、3分ぐらいでもう引っ越しました、ね、荷物つくなと思って。そうですね、あとの方は随分苦労なさったみたいですけども。富永さんは移動したんですか。
移動してないですね。さまざまな配慮で。そうでしょうね。そうなんですよ、大物ですからね。いやだから右隣にいた私が横の横に移ったっていう、そういうことでございます。引っ越し簡単と。そうですね、よくわかりません。鹿の島のエリアに入ってきつつありますけれども、あともうちょっとですね、そうですか、砂浜ゾーンですね。砂浜ゾーンがあの灯籠、石道路が見えるでしょ、左側に。はい、見えます。あれ多分サインですよ。ここから、教会っていう。教会というのは、村の境、当時だったら。それがね、まだ守られてるんだと思いますよ。片っぽしかないんですけど、おそらくそういう、これは、証だと思いますね。はい、神社のね、だからもう御神域に入っちゃったっていう。この御神域は、鹿海神社のおそらくは御神域で、民家の屋根のちょっと上に見えるでしょ、あのいわゆるちょっと違う感じの屋根が、はい、あそこが鹿海神社ですよね。なるほどなるほどなるほど。だからもうこれは参道に近い、あるいは参道だっていう、あれは印でしょう。いやー、居酒屋もねなかなか経営が大変なんでしょう。砂浜ゾーン終わりましたね、これで。そうです、アスファルトの道の方、砂浜がないところに入ってきております。天神に行くバスが今バス停を離れようとしてます。ここがだから営業所から出たばっかりだから、そうです、ね、ほぼオンタイムって遅れてないっていうことでしょうけどもね。都市高速を利用して行くとあっという間に着きたりします。先ほど私が申し上げました西戸崎からフェリーに乗って移動したら15分で福岡市博多区の築港ですからね、便利ですよ。オートバイツーリング、そうです、2台が、後ろが髪が長いからですね、おそらくは女性だろうと思います。あ、2人乗り、今度は楽しそう。いいですよね、開放感あふれますね。止まらない感じでしょうね。金印街道っていう風に、金印の海の道という風に書かれてますね。よいしょ。お店が増えましたね。そうだね。いや、これはこの角にはお店ありませんでしたよ。そうですよね。はい、そうです。あ、この鳥居からがいわゆる鹿海神社の方ですからね。さあ、鹿の島の、バス停です。鹿の島自然休養村のセンターの前のところのバス停です。はい、着きました。はい、着きました。はい、まだ終わりません。まだ終わらないですか。着いたら着いたで時間が余ってますから。着いたら着いた、そうですか。じゃあ5分ほどありますよ。あと5分ほど。じゃあこのついでですからね、はいはい、行っちゃいましょうかね。渡って、あ、横断歩道がありますんで。地下の朝市、4月は第4日曜日、5月は第3日曜日、4月の24日が今年最初だというふうに書かれてます。6月から12月は第1、第3日曜日、販売開始は午前7時45分、売り切れ次第終了と。横断歩道今渡ります。ビルの鹿海神社参道というふうに書かれてますね。席があります。はい、これこうなったら鹿海神社まで行きたくなりますけど、しょうがないですね、もうこれ、ね、こうなったら、2周目今回してるんですけれども、3周目多分行くと思います。しょうがないですもうね、乗った船ですから。編集しないんですね、まあ、私が言うのもなんですけど、もう編集しませんよ、ノー編集で。もうね、取れたら取れた分みたいな。そうそう、他のところで嘘をつきまくってますから私たちは。まあ、この番組ぐらいはねちゃんと正直に。そうです、参道沿いの店舗です。ああ、ここは有名な中西食堂です。サザエ丼美味しそう。毎週火曜日、定休日、第3月曜日の定休ですから、お休みなんです、残念なことに。このサザエを、いわゆる卵、
とこう、親子丼みたいにしてるんですけど、親子丼のだから、柏、鶏肉の代わりにサザエが使われてるんですけど、そのねサザエの量、分量が多いんです。贅沢贅沢ですね。でまあ一緒に味噌汁も出てくるんですけれども、ちょっと塩分控えめな方は、味噌汁飲まない方がいいかなっていうぐらいの感じの塩加減、けどね進むんですよ。ご飯が進むね。ご飯が進むんですね。ご飯が足りなげにぐらいな感じの食欲になりますよ。スイッチが。海産物は美味しいですね。参道今歩いております。鹿海神社、これは仏前の基地ですか。すごい、なんか、スナッピーの電波ここから出したらトラブルないんじゃないかっていうような立派なアンテナでございます。あー猫ちょっとね毛が荒れておりますが、いわゆる町猫ですね。ですね、首はしておりません。私も田舎住んでおりました時に、猫を2匹犬を飼っておりましたけども、鎖をつけたことはありませんし、首輪だけつけておりましたけども、ご近所の方はもう名前も知ってましたね。誰の持ち主かっていう、持ち主誰かっていう、たくちゃんとこのワンちゃんっていうのも、そうペスも飼えらんといかんよとか、なんか前ペスだったんですか。ペスとかね、ジェスとかね、ジェスとかペスとかそうなんです。ここの猫ちゃんも首輪してませんよね。また猫ちゃん、そうです。だから猫は天国でしょうね、はい、魚いろいろありますから。すごい、年季が入った酒屋さん、酒屋さんですね。はい、参道ずっと歩いております。はい、はい、まだ時間来ませんか。まだ来ませんよ。嫌な終わり方しませんか。ひょっとしてあの鹿海神社の石段の手前で終わるとか。徳さん、これはもうドキュメントしましょう。でドキュメントですか。もういじりません私は。いじりませんか。もう私はタイム見てます。あーそっか、嫌な性格になったねあカフェだよこれ。あ本当だ、なごみカフェ。アップルパイあるそうですよ。アップルパイか、すごいですね。なんかこうあの黒板にいわゆる白木で書かれている字がもう女性ですね。綺麗だね。ハンモックみたいなものもぶら下がってました。そっか、ハンモック。今横になった私多分昼寝しますよ程よく疲れてますからね。猫みたいになっちゃう。はあそっか、いついてもいいとか言って、参道を今歩いております。鹿海神社まで、200メートルぐらいのところでしょうか。JA 福岡東部鹿支店の前今通っております。はい、私たちはあのそうですね、取材で訪れたら神社仏閣の類はもうすべてお参りしておりますよね。どれだけ、まあ、願い事はしてないんですけども。そうですね、ありがとうございますということで、はい、鹿海神社、旧社格というのがありまして、明治からの戦前の神社のポジションで言いますと、伊勢神宮は社格のない特別な、あだなと思ってました。そうですか。そうだろうなと、ごめんなさい、思ってました。その通りですね、予測が当たりましたね。石段の下でタイムアップっていう、ちょうど鹿海神社に到着したということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あなんか大切なことを話されます。いやいやいいですよ。大丈夫ですか。だから大切なことは来週という。わかりました。じゃあ、歩数見てみます。今日も行ってます。はい、2486歩。2486歩。はい、はい、で、距離にして 1.62、1.62、結構行きましたね。はい、カロリー、はい、79キロカロリーです。79キロカロリーですか。はい、79もなんか使ったにしては全然疲れてないですね。今おりますのは鹿海神社の石段の下です。また来週タクジと歩く25分、今日はここまで。来週はどこを歩くんでしょうね。今日も皆さんにとって気持ちのいい一日になりますように。ではまた来週。
Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What?Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.